エンディングはメルヘンメイズ。はい、17、18、19曲目、ワンコインアタック。今日こそワンコインで。ワンコインでいきましょう。コーヒーさん、黒金さん、10万ゴンくらいらしい。ワンコインで行った時用に、よし、テレテレーン。あ、でもあれだな、動画上げたいからタイマーオフにしよう。ワンコインの時のためにストーリーを言わないといけないからね。はい、じゃあ今日こそワンコイン。マコツンです。赤戸大門さんです。ねえアリス、起きてよ、起きてってば。ねえアリス、少女の気持ちでプレイするラックスさんはコツが、ふにゃ、だあれ、誰か私のこと呼んだ。ここだよアリス、なんなの、助けてください。私たちの住んでる鏡の国が悪い女王によって征服されてしまったんです。どうして私が、私たちは話ができる人しか鏡の中には入れないのです。さあ早くキャン。アーン、どうなってんの。そうだ、忘れていました、この魔法のストローを持って行ってください。なんなのこれ、ここから出てくるシャボン玉が奴らは大嫌いなんです。さあここからは一人で行ってください、頑張って。そんなー。はい、森さんが一番さん、サンジさん、ワチさん、クラスオージさん、アガトダイモンさんいらっしゃい。さあ最初お菓子の国からイエス。今10機もあればワンコイン間違いなし。これで11機目。あは、ここで遊んでよ。ウサギバリアー、ワンナップ発見できなかったぞ。ワンナップ発見でき してない。ワンナップ発見してなかった。あ、ワンナップは発見してない。はい、いらっしゃい。ワンナップ発見してないよ。あ、もう。ワンナップ、まほくらい。はい、いらっしゃい。4個目だよ。一緒さんだよ。横横さんやし。もう倍、3メガ4メガ使ってればよかったんだね。1面でまあ1個。まあワンナップがプラマイゼロね。あれ？パチパチパチを。はい、次、機械の国、止まれと。アリス頑張る。
アリス頑張っちゃう。X1 こんばんは、ワクワクです。猫じゃらしだよね。違います、アリスです。え、今日は何個あった？違う、サンタフェ宮野さんですよね。違います、サンタフェじゃないです。アリスです。女の子です。えいえいえい。 A クラからどんどん進出しようとするサンタフェ先生。サンタフェ先生はあの A クラだから。私はアリスです。あー、これ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 、やっかいな。ちゃんと一緒に今、本気でお送りします。アリス、一緒、名前は、一緒ちゃんと。え、やん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 、夢終わんなくなかったっけ。取り損ねた。まあいいや、ここはボス楽勝だから。アイスです。なんか名字はわかりません。あれ、これやってきたりときはじゃあ、はい、オッケー、はい、オッケー。こいつだけなんか耐久力が異常に低いんだよね。他のボスもこれくらいの耐久力だったらいいけど。パチパチパチ、シャボン玉ね、頑張って作って。パチパチコロナでもあの使い回ししなきゃ大丈夫だから。どうもありがとう。ワンタップ。はい、ワンタップ。えい。えい。えい。クリクリ。えい。えい。えい。スコアがあればいいのにね。スコアで。怖かったらハイスコアランキングとかハイスコアアタックとかできたり。スコアがないから敵を全滅させなくてもいいのがちょっと残念ね。え、はい、いらっしゃい。はい、はい、えい、
ロムレさん42個目だね。ゆっくり。え？え？長いよ。え？こっちはナップがあった。オッケー、ワンナップ。はい、これで11機。11機もあればクリアできるから。はい。じゃあ、頑張るな。頑張るな。頑張るな。当たりそうだ。斜め視点みたいね。ゲーセン、まあ斜め視点はちょっとね、PC に厳しかったのか、容量も2メガだしね。4メガとか6メガとか8メガとか使えば、あべあべあべ、まだね、良かったかもしれないけどね。あべ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 、おいおい、はい、見てよく見てよく見て。ここで先週は3匹ぐらいしたから、はい、そんなに耐久力はないから粘り粘り、はいはいはい、あうさい、あれちゃんって言っても男の子みたいな声出すけど女性ですよ。女性なのよ、アリスは。かわいい女の子ですよ。あれ、はい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 、死なせいよ、耐えきれないよ、ないと耐えきれないよ。ここでノーミスは大きい。ノーミス。先週3ミスから。来たとこ。ノーミス大きい。止まれと。止まれと。よし、なんだっけ。あれ？紫ってなんだっけ？紫が滑らないやつだっけ？紫はまだ覚えてない。紫が滑らないかな。なんかこれ説明書の色がちょっとよくわかんない。説明書は青っぽいけど、あ違う、あなんかジャンプが大きくなってる。そして時が動き出す。あ紫違った、これ。あらちょっと待って待って待って、これ紫違ったんじゃない、効果違うんじゃない、やばいな、ね、これ。この効果早く、これずっと続くわけじゃないよね。あー見た、やっぱこのなんか変なもん取っちゃいけないわ、やっぱり変なもん、変なもん取っちゃったから。決まったわ、マイナス1、マイナス1、まあこの1点、まあ前の面のボスですね。これが
まだ残り10機ある、10機たっぷりある、10機あるから。紫はいけないよね。説明書のねカラーがね、あのなんか写真写り悪くてね、青と青が同じ色に見えちゃう。これ青と思ったらこれ紫なスピードアップ、説明書だと青に見えちゃうけどこれ紫なんだよね。であのスベラードっていう氷の上で滑らないアイテムも青に見えてるから、どっちなんだろうと思ったら、この説明書これ紫じゃないから絶対青。54個目なのじゃん。説明書の写真写りがすごいだろ。見にくいの。これがスベラーズだ。これ黒じゃない、黒スベラーズで。カラーの説明書はね、写真写りが悪いから。まあ先週までに覚えとかないといけないのにね。もう3週目なんだから。覚えとかないといけないんだけど、本当なら忘れてる方が悪いんだよ。あぶね、あぶね、一発目でいいかな。ワンナップラッキー。はい、これでこのミスは帳消し。これで11機残り11機、絶対出てくる。あ、くそ、ワンナップを不意にする男。あ、違う、女。うわー、今の何でもない、何でもないようなミスが最悪。最悪。今のミスはちょっと見送っていただけ。まあいいや、ね、ボスで死ななきゃいい。まだ残り10機たっぷりあるから。あ、ダルマオドシね。違うわよ。あれ、あとはだるまのみ。危ない。あー、ちょ。ふう。助かった。あれ。はい。時間の国。パチパチパチ。止まれど。
あるはずなんだ。取りに行こうとして逆に失っちゃうからやめとこ。余計なことしない。余計なことは寄り道はしないわよ。はい、オッケー。道中死ななかった。時間泥棒。ここの辺のボスは、あー、このね、間違い探し。本物は誰だ。間違い探しっていうか、本物は誰だ。本物は私だよ。本物は誰だ。私だよ。本物は誰だ。私だよ。違う、あ、お前だよ。本物、あ、お前だ、お前だ。本物は誰だ。私だよ、私だよ、私だ。本物は誰だ。私だよ。あれ、あなたね、あなた、あ、あ、この時のボスは、あ、本物さえ当たるわ。私だよ、私だよ。出してください。はいはい、あれ、はいはい、ふぅ、パチパチパチ。さあ水の国、ここはボスがちょっと手強い。まあ、どうしようだっけ。ここにハエが一人、ここがトップアルトの中で出てくるから。あ、失敗。あ、ダメだ。少女向けじゃないわね、絶対にね。はい、あ、はいはいはい、戻ってきた。ラコス、PC エンジン
75個目だよ。お兄ちゃんにやってもらわないと。よし、ゲームの前お兄ちゃん、まあゲームの前お兄ちゃんがいいかもしれないね。ね、危ない、トランプが、トランプどうだ。復活しちゃうか。はい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 、いらっしゃい。あー失敗これ突破できる。危ない、シャトルさんに。はい、OK。 この面のボスが割と手強い。どうもありがとう。あー、やった、1ミスった。あぶらぶらぶら、あでででで、ここ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 、あでもここここは行くわ。あでもここここここ斜めで斜めで、あここ行くわ、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 斜め固定できたらいいのに、固定できたらいいのに。海水の神社カツキューさんやで。ありがとうございます。あーそー、当たったら落ちるわこれあーミス。まあでもカッキューがいるからしっかり避けないと。お、当たったら即落ちる。はい、オッケー。んー、でも2ミスしちゃったね。これでもハッキーいるかな、ハッキーぐらい。空の国、どうもありがとう。あ、ダメだあれは覚えてる、ジャンプしすぎ。絶対よ、落ちるように作ってあるからね。あ、音楽は結構再現高いですか。あれ、よし、意外だった。怖い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 、よしよしよし。あー、おっとっとっと、ブラブラブラ、おっと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 、はい、
らしい。トランプが来た。はい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 。回転しながら撃って、ああ、ちょっとちょっとちょっと、回転しながら、回転しながら、ああ、ちょっとちょっと、ああ、ごめんなさい、ああ、ごめんなさい、女の子らしからぬ声出しちゃった、女の子よ、私は小さな女の子、まだ10歳なのよ、汚い悲鳴は出さないわよ、危ない。はい、また。なんとかのお水。あ、一ミスか。鏡の国。あ、ここはちょっと長いけど。どうもありがとう。ここはちょっとミスだね。あ、いけいけいけ。よし、これはここにワンナップが。ワンナップ、これでまた10機か9機になったはず。しっかりとため打ちを決めればね。ずれてるとなかなか。
ワンコの犬舎ね、柴犬鏡ごと退治しちゃう。はい、生まれたらすぐ退治。え、あ、しまった、大事どこだ。危ない危ない危ない。鏡の国のアリスでした。あ、もう確かいなかったっけ。歩いていきます。てん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 。こっから本番。え、あー落ちた、くそ。あー誰か、あー2階かけた、2階か壊れてちゃう。大量イーグル、あー、ここで落とす、ここで落とす、ここなまで落とす。あー、ちょっと弾途切れないんだけど。危ない。それあのか、かぐや姫、かぐや姫。先取り物語じゃないか。では危なかった。よかった、時間制限ないから助かるわ。ゲーセン版だったらもうタイムオーバーなんで。吹いて吹いてくるから。テイク2。え、えい、えい、えい、よし、オッケー。はい、オッケー。あ、なんだよ。えっ、えっ、えっ、確実にした。えっ、待ってた。あ、生きてる、生きてる。ちょっと待って、倒した。え、ふう、やりやり。あの慎重に行けば大丈夫ない。欲張らない、欲張らない、欲張らなかったら簡単だから。ちょっと焦らないだけ。はぶね、はぶね、はぶね。欲張らない、欲張らない。よしよし、欲張らないで、欲張らなかったの。今のは欲張ったわけじゃない、位置が悪かっただけ。距離が取れなかった。
配らないよ、配らない。走るかも。よっ、ああ、よっ、ああ、危ない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 。たまにダイヤ避けるの簡単だから。ああ、よかった、ふう、これだとはラス面だっけ。ここまで1、2、3、4、5、6、7、8ミスしてる、8ミス。パチパチパチ。ふう、やっぱり10機増やさないと。10機増やしててよかったな。どうもありがとう。よし、ここは 4アップぐらいやってる。あぶねぶね、あぶね。あべべ、くちゃダメだって、きちゃダメ、あべべ。ただループしてるだけ。次のエリアだ。はい。はい。え。はい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 よ。ここだ、ここだ、こっち側だ。はい、よし、えい、えい、ワンナップドーン、ワンナップ、ワンナップ、ワンナップ、スリーアップ。よし、これだけあればもう女王間違いなく倒せる。
大量のトランプへ。大丈夫。はい、えい、ガが取れた。ガだった。小さいガが。はい。消え。よし。なんか飛んでるなと思って。はい。あぶねぶねぶね。あぶねぶねぶね。ちゃ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 。よし、ラスト。次の夏になるとゲジゲジが何度も出ます。ゲジゲジが出る。もうね、あったかくなるのね、虫が出るのがね、ちょっとね。はいはい。えい。よし、一発。頭を下げたかったとは。あぶぶ。まあ、ちっちゃいよ、ちっちゃい。えいっ、2発タメ打ち何発で倒せるか。はい、3発。あーちょ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 、あっちょっぷり。えい、四発。五発。うん、あ、失敗、外した。六発、あ、いや、失敗。最高級に食べてやると思った。六発。ああ、嘘、危ない。今のはどうかな、あ、七発にしようか、七発。ああ、落ちた。八発。九発。十発。十一発。十二発。当たってない。当たってない。ガーン。二ミス。うん、二ミス。まあ先週6ミスぐらいしたからね。十三発。十四発。15発。なし。16発。アリスです。あぶない。16発。あぶない。アリスです。あーおー、アリスです。17発。連射してないで、やっぱさばくのが大変。あ、えらい。ちょっと小玉だったけど、18発。あーお、アリスです。いやいやいや、お、女の子にね、男の子みたいな声あげちゃったら、ちょっと、19発くらい。ふー、やったわ、今日ワンコイン。まあちょっと残機増やしてのワンコインだけど、ありがとうアリス、おかげでこの世界を救われました、世界も救われました。え、でも照れちゃうな。ところでアリス、女王をどうして倒せるのか分かりますか。え、シャボン玉でやってきたからでしょ。パチパチパチ、え、だけどシャボン玉の力だけではあの女王は倒せないのです。じゃあどうして。パチパチパチ、トマゴさんです。そこに愛と勇気と夢の、え、夢が入っていたからなんです。愛と勇気と夢、そうです、その3つが女王は大嫌いなんです。いいですかアリス、
その3つは元の世界に戻っても、そしてアリスが大人になっても忘れないでください。きっとどんなことにあってもそれさえあれば乗り越えられるはずです。うん、忘れない。それにウサギさんのことも私も忘れません。さあそろそろお別れです。ねえ、また会える？ええ、またいつかきっと。さよならアリス、本当にありがとう。さよならウサギさん、元気でね。さよなら。アリス、もう朝よ、起きなさい、起きなさい。いやもういや、はーい。あれ、私どうやって戻ってこれたのかしら。アリス、スープが冷めちゃいますよ。はい、ママ、今行きます。おはよう、ママ。あのね、私ウサギさんの国を悪い情報から救ってあげたのよ。あら、そう、よかったね。さあ早く食べなさい、遅れちゃうんでしょ。ママ、ちゃんと聞いてよ。あのね、ウサギさんの国ってね、鏡の中にあるのよ。それにね、ねえ、ママ聞いてるの？うんうん、聞いてる。サンキューアリス。その後アリスは、愛と勇気と夢があってもどうにもならないことがあるのを知るのでした。はい、ザ・シティスタッフデザインタケ、バックグラウンドデザインアーグ、キャラクターデザインコージ78、サブデザイン金魚、ミュージックコンポーズコマ、ミュージックトランスレイスノリリン、ミュージックプログラムカエル T、 プログラムナック。あ、じゃあミュージックやっぱ3人いるだけあって、あの業務用にね、業務用と、ね、結構近い音楽ができたということでね。この小葉さん、ノリリンさん、カエルさんが頑張ったね。トランスレイト、プログラム、コンポール。ありました。音声 1,2,3,4,5,6,7,8 人ですよ。まだね、8人でやりました。あ、ちょうど1時間でしたかね。だいたい50何分ぐらいで。面白かった。